やってもやっても勉強ができないんだけど、どうしてかしら。またまた、それはやっていないのよ。鈴木さんが知らないだけで、娘ちゃんは勉強部屋で携帯を見ているのよ。え、勉強中必ず携帯を取り上げているんだけど。じゃあ漫画を読んでいるのよ。勉強部屋に漫画は一冊もないんだけど。じゃあタブレットで動画を見ているとか。それも見れないようにしてる。チャンネル登録よろしくお願いします。平日は何時間勉強しているの？3時間から4時間くらいかな。休日はその倍くらい。高1にしてはやってる方よね。でも成績が良くないのよ、中堅高校なのに。教科書をただひたすらノートに写しているとか。それも考えたんだけどね、それではなかった。じゃあ教科書にひたすら蛍光ペンを引きまくっているとか。それでもなかった。4時間ただぼーっとしているだけなのかしら。勉強部屋はリビングの隣にあるの。そこを通るときにチラチラ見ながら通るのよ。勉強しているようには見えるんだけど。テスト範囲とは違うところをひたすら勉強しているのかしら。それも考えた。主人とどこをどう勉強したらあの成績なんだろうねっていつも話しているのよ。勉強しても成果の出ない人っているんだなって思っているの。大丈夫よ、いつか勉強のやり方が分かる時が来るわよ。うちの子は勉強しないんだよね。そっちも心配よ。勉強しなくてできないのならいいじゃない、やればできるようになるんだから。うちは勉強しているのにできないのよ。コメントいつもありがとうございます。